ちは、シタロウです。さて、いよいよゴールデンウィーク期間に突入しましたね。ただ、今年は円安の影響もあって、海外行くよりは国内の近場のスポットで楽しむ方多いと聞いています。ところで、皆様は今年の桜のお花見はいかがだったでしょうか？東北や北海道の方はこれからというところでしょうが、関東地区に住む私としては割と残念な結果でしたね。開花時期の悔やまだいいとしても、ちょうど見頃な時期に天気や荒れ地が多すぎました。当初は4日ほど撮影する予定を立てていたのですが、結局2日間しか出かけられませんでした。ここ2年ほどあまり満足できないことが続いたので、来年こそ良い年になってほしいなって期待しています。ただ、その2日間出かけた先では、とっても楽しくお花見をすることができました。というところで、2回にわたってその様子をお届けできればなって思います。まず最初は東京都足立区にある舎人公園です。それでは行ってみましょう。日暮里から舎人ライナーに乗って舎人公園の駅に着きました。どことなくモノレールのような雰囲気のある駅ですね。あるという感じ、割と珍しいんじゃないかな。どうなんだろうね。結構人が集まってまして、出店も出てるみたい。桜も満開だな。사실은
ソメイヨシノだけではなく、色とりどりの桜があってとても綺麗でした。じゃあお花見広場からもう一度大池に行ってみます。ネモフィラといえば茨城県の日立海浜公園が有名ですが、最近はいろんなところでも見られるようになりました。この舎人公園では特に夜間のライティングが綺麗だと話題になってます。ソメイヨシノが終わったら今度はネモフィラが中心にやるんでしょうね。ネモフィア園を後にしてまた大池の周りを少し歩いてみます。桜がいっぱい咲いててなんか嬉しいな。
Turn the key and cooler on. It's a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do.
し曇り空だな。いろんな屋台が並んでますね。ちょっとお腹も空いてきたので、なんか食べていこうか。ブースでも焼きそばに目がいってしまいます。森をたっぷり、美味しかった。お腹も満たされたところで、今度はドネリ公園通りの向こう側に行ってみます。こちらにはバーベキューができる広場や自然観察園があります。広くてゆったりできる。
できるところですね。Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side. では今度は駅の反対側に行ってみましょう。No limit to what we can do. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy.なるほど、ドア越しに花壇を見るのね。またねー。